分かった。もういいぞ、僕で。
ここはオンボ、ごめん、どうするつもりだ。その通りだ。みんないい感じだったね。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし、さて、たわいもない、研ぎ澄ませ。
じゃん、ラッキー。宝箱があるじゃないか。開けるぞ。な、開けよう。の出番だ。踊れ、カルメ！
抜け。こいつで最後みたいだな。これで正面の壁に壁画が映し出されるはず。おそらくそう。ちょっと何これ、全然わからないんだけど。これは燃えてるのは双葉ちゃんだよね。わがまま言うわけないの。お母さんだって頑張ってるんだから。もう。随遺書で言われて子供が。でもよ、これが積み重ね。私は死ぬべ。え？私が殺し。死ぬ。急に塩らしくなっちまった。心がいい。早く。
よし書くか。よし。誰も立ち入らないと。よくここまでたどり、この先は王の間だ。だったら。そうだ。じゃあ私は開けられない。招き入れても。なんで。モナ、シャドウは双葉であって、現実の双葉の、つまり双葉。ここまで来たお前ら、一度。でも、どうやって迷っていっ、それ、私、また、ジョーカー、マスターに見つかった。というわ、あ、そうだ。そん、俺ら開けたらお宝の部屋っつうなら、その場で渡しときゃすぐ取れんじゃん。クイーン、しょうが。こっち、お前は。しまいなさい。話があります。入りなさい。来たな囚人。主は構成をすす、ペルソナの能力、猜疑のな、貴様が構成を励む。時間だ。さあ、刑を執行するぞ。あまたの犠牲も力を得るため、あまたの犠牲も力を得るため。何を悩んでいる。このような力を宿すのが良いかな。この程度で良いのか。このような力をやる、力を一つに。やめるのですか。
ジュスティーヌ、お前の担当登録を行う。登録するのですか、見るのですか。あなたの奇跡です。見るのですか、あなたの奇跡です。このペルツ王王の代価は必要。あなたの力です。このペルソナを引き出すの手はお持ちなさい。このペルソナ、あなたの力です。このペルソナの代価はあなたの力です。もう終わりか。なんだ、時間です、囚人。やるか。さてと。よーし、だってまあ腹がき、おい、あーそうだ、ご主人様。まったく。どうなの？お？またね。
暑いね。じゃあまたね。あの、ではでは。はい。ではまた。おい、よ、溶けそうだ。なるほど。時間はあるか。すまないな。なるほど。まただ。さてと。よし、そうね。よーし。おい。
だ。ではでは。はい。おい。さてと。よし！よし！よーし。おい。あ、そうだ。ではでは。はい。
おい。やるか。よ。ではまた。こっちの。
双葉の部屋にいつ乗り込むんだ。悩んでもしょうがねえと思う。まあ今までと違って双葉に予告状を見せ、準備してる時間、準備は双葉に予告、お我が輩の鍵開けの出番か。しかし決め、大丈夫、方法難しく、双葉はパルだったら心を盗む、双葉は勇気を振りし、あの扉もそう話せば、よし、でかい目、いつの間私は現状、お前いつまで私の母の死、あの時目の、そして今ならすこん、なぜお前は引き込み、見て見ぬふりならば、違う、ねえ返事が、アリババいるんでしょ、心をそうしないと返し、心の中のもう一、あなた、そう私たちは約束を、は10秒、ただしマスターが来て、時間よ、認知を変え、双葉が招い、双葉開けて、部屋、なんだ、医学、情報工学、生物学、こんな部屋、双葉はどこに、押し入れ、あくまで、ひあの扉が開いたところで、お宝の目の前にさ、意味がわからないぞ、よっしゃ、あなたの認知を変える必要、説明した、つまり私の認知が障害となっていて、え、なぜ知ってるの、お前助けてほしけりゃ、ん、私助けてほしいって、ねえ知ってた、あ、そういえばマス、マスターが、もしかして認知科学な、科学の科じゃないぞ、なんか不思議の科な、急に食いついてきた、認知科学、教えて、返事がないな、今はやめといた方が、そうね、待って双葉ちゃん、ちょ、お母さん、じ、育児ノイローゼ、アン、あなたの心、マスターが語ってくれたお母さんと、あんたの口から、心が歪んでて、双葉、私、そのさ、さあ盗め、どうしたの、あ、心を盗みに来たんだけど、開けてくれれば、早とちり、さ、も、聞いて、認知世界を知って、ねえ双葉、認知する別の世界があるのは知ってる、
あ、お前ら、行けるのか。ええ、どうやって。携帯のアプリ。あ、ねえ。ああ、さくら双葉。双葉、よかった。私もどうしよう。じゃあ、あ、そうだ、こいつを読んでもらわねえと。ん、お前が用意してくれたやつだ。暗くて、え、出て、恥ずかしい。なん、我が輩が見た。双葉、わかった。さくら双葉は大罪を犯した。よって我々が暴いてやる。
いただいていく。ああやるなら一人で頼むわ。容赦しない。しっかりするんだ。ガチだからね。ヘルソナ、フリー、さすがだ。ノーガリング。さあ仕掛けるぞ。敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。敵ダウン。まさに動けないクイーン。そいつはダメだ。話にならないぞ。これで総崩れよ。とどめだ。行くよ。フィニッシュは盛大に行こうぜ。行くよ。これも追加だ。よし、次の勝ちへ向けて進もう。目指すはお宝一点のみだ。さて大したことないな。
といいのよ。残り4回頑張れカルブン敵みたいだパンサーいい感じ頼んだよボックスが大事に触る一撃だ蹴散らせゴエモンあと3回元気だそしてもっとだ任せるぞさらに一発撃だかけろヨハンナさすがクイーンだすぐに済む。2回やるぞ。鉄拳制裁。よし。シャドウ撃破だ。さ、このまま進むぞ。シャドウがいるわね。気を引き締めて。正体を見せろ。強そうな奴がいるぜ。ありゃ気をつけた方がいい。おい、たく。この年で怪盗ごっこか。戦ってる場合じゃないぞ。どうしたビビってんのか。嘘だ。蹴散らす。耐えきれなかったか。テルス。さて、力の差が実感できる戦いだったわね。
せろ。やめてくれます？邪魔だ！邪魔だ！覚悟しなさい。まだやれるみたいね。ゲッツレディ！行け！いただいている。そうか、敵を撃破。さすが切り刻む。敵を撃破。特性モンストだ。僕はどうするつもりだ。怪しい。仕方ないね。なるほど。閉めていい。ひざまずきなさい。できた。最高だぞ、マウサー。やってやる。二回やるぞ。さて。シャドウ撃破だ。さあ進むぞ、ジョーカー。さくら双葉、さくら宗次郎宅。候補が見つかりました。あとは確か歪み、ま、お前が殺したんだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。人殺し。やだ。かばって入力を。これでやだ。なんかやだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。あなたのせい。もうナビゲーション。金銀財。あそこに。あれ。お宝は。よっしゃ。気をつけ。あ、何かよ。こう。来るぞ。
八つ目、悠々と飛び上がって、仕方ない。どう料理しようか。これを。うん、助かったよ。悪いな。うらあ、暗いな。そんな。サンダーバード。そこか。なんだよ。私の心、こんな風になってたなんて。これ思い出した。これは衣装。お母さんが死んだすぐ後、黒い服の大人に。そうだ、これお母さんが。そうだ。いや、逃げる怪盗団と話し見る。わがまま言ってる私。そうだ、やっぱ私全部本当。え、よく思い出す。これはお母さん、私が旅行に行きためって。他にはお母さん、今は忙しいからダメ。お前はだだこねた。そしたらその後、お母、もうすぐケンプタバ、ずっと一人にさせ、命をか。お前は死を、欲望と死んだ母に生き返ってほしい。私の邪魔をするも、時間を削られることなく、私が死。正規認知科学か。
あれも双葉なんて、お母さんは育児の色おい双葉は己の死を望む派。双葉ちゃん、あれは虐待なんてマスターが言ってたわ。謝ったき。お母さんは頑張ってきん、君のせいで。あなたのせい。人殺し。シャドウ。さくら双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究。なぜ自殺だ。遺書。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。私への。お前は辛くて、だが黒い服の大人は永遠。よく考えろ、本当に大好きだった。あんなひどい子ない。私がわがまま言った時は怒られたけど、優しかった。ならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し、死をなすりつけ、幼い心を傷つけ踏みにじった。怒れ、クズみたいな大人を許すな。私が自分自身と。他なんで私あんなこと言われなきゃならなかったの。あ、双葉ちゃん。お前を否定する者は幻影、心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた、知っていながら怯えてきた。そう、知ってた。でも私、お前のせいで私は。言われた通りお前は死ぬのか。お前はどちらに従う。幻が吐く呪いの言葉か、お前自身の魂。お前のせいだ。私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない、腐った大人が作った偽物だ。絶対、絶対に許すもんか。俺が撃っていいよな。俺が撃つぞ。
俺が撃っていいよな。任せたくない。私はそんで目いっぱい幸せになるんだ。お母さんは大切だ。それに親に逆らう悪い子は潰れてしまう。そうはさせない。これでどうだ。
遅い。絶望しちゃってる。放っておくとやばいよ。いつでも行けるぜ。覚悟の時間だ。
いけ！ペルソナ！お母さん言ってた。私がいるから辛い重荷になってるんじゃないかって。どうだか一生罪ないぞ。いや、親にそうはさせない。これでどうだ。本当の私のこと
わがまま言って、お母さん。こっちに来てはダメ。あなたの居場所は。またわがまま？あの、私もよ。ほらほら。メジエドだったな。どこ行くの？帰る。ナビの使い方は？え？帰っちゃ。マイペース。お前が。けど、お宝。おっと。空っぽ。あ！ど。ここのお宝は双葉が出ていったのに。やば。何？本人がパレスに乗り込んできた挙句、ペルソナいつ崩壊、パレスが消える。それが。いや、あれ倒したところで記憶どうす、そういえ本当往診なんおいくら冗談あの脈も呼吸も原因は分からただこの子そうイレギュラーさすがに正体でもやっぱりこうなったら分かってるだろうがおい、うん、あまいあのうん双葉ちゃんああこれえ体力は使いあんまり動かないかな一度こうな双葉は当分じああ無事だったのはいい。起き。めじ。疲れた。寝た。双葉。ちょっと叩き起こす。どうし。今さら復活。Thank you.
どうするのだ。なんだと。おい囚人。登録です。本当にいいのですね。囚人を正しき。さあ結果体です。集めるのです。あまたの犠牲も力を得るため。何を悩む。これが処刑後の姿。では始めよう。やめるのか。見るのですか。あなたの奇跡です。これでこのペルソナをしてはお持ちなさい。の時間だ。刑を執行するの。さあ選べ。可もなく不可もなくといった引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだ。生まれ変わるといい。やめるのです。見るのですか。あなたの奇跡です。これです。相応の代価は必要で。ではお持ちなさい。公正の刑を執行。さあ選べ。これで良いのか。すぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって。なるほど。
可もなく不可もなくといった引き継ぐ技能を選びなさい。強力な力引き継ぐ技能を選びなさい。強力な力引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かる。なるほど。もう終わりか？なんだ。何かご用ですか？ではどうやら。ふふん。ふん。ええ。なんだ。ああ。よし。聞け囚人。では終わりか？なんだ。せいぜいあがけよ。
よし。ではでは。それではまた。それじゃ。なるほど。
書くか。